はトータルが中条さんに捧げるサプライズ企画を考えていた。それが卒業直前氷の上のプリンセスドッキリプロジェクト。プロジェクトの発端は密着取材中の中条さんのこんな言葉。高1の時にインターハイ2位になって寸前にちょっと乗ってやっとみんなスケートやってることに興味を持ってくれたっていうのが、すれ違う時にこんにちはって言ってくれたり、それは嬉しかったです。一方で後輩たちに中条さんのことを聞いてみると、すごいなんか嬉しく尊敬します。はい、テレビとかで見てすごい綺麗なので目の前で見てみたいなと思います。後輩たちにパワーをもらっていた中条さんと、そんな中条さんに憧れている後輩たち、相思相愛なのに練習場や大会会場が遠いため、実は生で演技を見る機会がこれまでほとんどなかったのです。だったら卒業前に見てもらおうじゃないのと、トータルが秘密のアイスショーをこっそりセッティング。テレビ用にトータルだけの前で演技をすると思っている中条さんに、後輩たちをこっそり呼んで驚かせ、みんなからエールを送ろうというサプライズ企画。何も知らない中条さんはトータルに演技を見せるためいつも通りに練習中。この後、感動的なアイスショーが開幕。中条さんの反応は？中条さんにエールを送る秘密のアイスショー、いよいよドッキリスタート。中条さん来たよ。来ちゃったよ。早速ね、ちょっと見せてもらいに来たんだけど、ちょっと俺らだけじゃなくて、他にも見たいって言ってる人いたから、ちょっと呼んできちゃった。いい？みんな、中条さんの演技を生で見たいと駆けつけた後輩たち、その数なんと130人。みんなで来ちゃった。そうテレビではね見たけど、生で見たことないっていうから、でみんな見たいって言ってたからさ、来ちゃったじゃんね。見せたものあるんだよね。せーの。掲げられたのは後輩たち手作りの応援横断幕。この日のために後輩たちがみんなで考えました。世界中の人たちに中条美優を知ってもらいたいという思いを込めてデザイン。背景には広島らしさを表現するモミジのイラスト、日本代表と分かるようにオーキスで文字を書き、海外の人にも読めるようにとアルファベットも忘れずに、そしてもちろんいつまでもノートルダム精神のことを忘れないでと学校名も書いた横断幕。どう？あ、嬉しいです。ありがとう。だからさ、俺たちだけってみんなも見たいって言うから、ちょっと見せてもらっていいかな。はい。じゃあお願いします。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。中条さん、後輩たちに捧げるエキシビジョン。間近で見る中条さんの演技に圧倒される後輩たち、そんな後輩たちに世界レベルのジャンプを見せる中条さん。初めて中条さんと後輩たちの距離が近くなり、リンクに独特の一体感が生まれます。これまでなかなか伝えられなかった学校や後輩たちへの3年分の感謝の気持ちを込めた演技です。
県民の最高だったね。どうだった、みんな見てる中でやった演技は。すごい緊張しちゃう。でもね、やっぱりその俺たち2人だけで見に行くと思ったもんね。でみんな来たからやっぱちょっと違ったでしょ。ちょっと2階に上がってもらえる。こうして秘密のアイスショーは大成功。卒業直前、初めて目の前で演技を披露してくれた中潮さんに後輩たちからもメッセージが。中潮のお姉さんへ、先日の全国高校総体での優勝おめでとうございます。精神に通い、勉強とフィギュアスケートを両立させることはきっと本当に大変なことで、私たちの想像を超える努力があってこそ成し遂げることができるのだと思います。テレビや新聞を通してスケートをしている姿を見るたびに尊敬と憧れの気持ちでいっぱいでした。お姉さんが卒業し学校で会えなくなるのはとても寂しいですが、遠く離れていてもずっと応援しています。だからお姉さんも母校であるこの学校や私たちのことをどうか忘れないでください。そして精神広島を代表して世界へ挑戦し、夢へ向かって進み続けてほしいと思います。後輩指導より。素晴らしいよ、後輩たち、さあ、お返しの手紙書いてくれてるじゃね。書いてないでしょ。来るの知らなかったから。これ書いてたら寒いよ。フィギュアを続けるのは正直厳しい高校だったんで、フィギュアをだけをやっている子よりもこの高校の面ではちょっと嫌だなって思っている時も正直あったんですけど、でも勉強も頑張ってスケートも頑張ってっていうのが目標だったんで、やっぱりこの学校入ってよかったと思いました。なんだ、最後にこれからの目標を聞いてみました。やっぱりスケートを続けていく中での最大の目標はオリンピックだと思います。出ました。あ、そしてそのオリンピックで目指すは金メダル出た。いただきました、金メダル発言。